岡崎グリーンメンテナンスです、本日もバンカーのエッジ切りを行ってまして、まず朝一でカッターをずーっと入れて、その後、ちょっとね芝生の状態だったんでスコップでね一回こうもう一度切れ目を入れて、で細かくして、でその後ジョレンでこう今書き出したところで、2人でやって約2時間、1時間50分ぐらい、かかってしまいました。まあ4、5年やってないっていうことでね、まあランナーというより芝生の状態だったんで大変でしたけどね、まあとりあえずここまで作業を進めることができました。でこれをね管理の方がね朝からやってたり、あと日中ねお客さんがいるところをやってたりすると、やっぱりもう時間ばっかりね食ってしまって、効率悪いと思いますんで、ね、我々みたいなね、こういったゴルフ場専門の、まあ、手間のかかるのにね頼んでいただければ、滞りなく作業が進められるかなと思います。あとねでかいバンカーが、まあ、皆さんねご承知の通り、ゴルフ場っていうのは昔ねバブルのいい時にね作ったんで、もうデザインとかあとねそのなんていうんですかね見栄えみたいなねそういうのを重視して作ったゴルフ場もたくさんあると思うんですよね。でも今だその時はね人数たくさん危ね人数たくさんいて、そのねお客さんの料金も高かったんでね、うまくこう回せてたんでしょうけど、その頃と同じようなコースではねとてもじゃないけど今後維持できないと思うんで、こういったね大きなバンカーだったり、あと必要ないバンカー、あと、まあ、見せるバンカーみたいなね綺麗なバンカーもありますけど、結局産業負担を減らすのにそういうバンカーをねなるべくこう縮小したり、あと傾斜のきついところはちょっとねなだらかにしたりっていう、アドバイスもしますし、もしそれでね人手が足んなかったりしたら手を貸すこともできますし、あとそれをね岡崎さんのとこで、まあ、ちょっと工事みたいな感じでやってくれって言われれば、作業を行うこともできますんで、まあ、そういったのもね考えた方がいいと思いますよね。そうですね。ね。そろそろお客さんが来てしまいました。そうですね。だからこういう作業は私たちの方がよろしいかと思います。そうですね。なんで作業を続けますか。はい、はい。